田とアシカとエノスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エノスイはトレーナーと言わずトリーナーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。Thank you.
ば、まあ、また最後やりに行こう。皆さんも最後までありがとうございました。ありがとうございます。ではここからは今度はイルカたちが活躍してくれます。じゃあセシ一緒にイルカのねパートをやってくれる桜木さんに行こう。桜木さん。はい、セシ。はい、バイバイ。よいしょ、来ました。皆さん、こんにちは。出てよ。じゃあ、セシ、この後は僕たちに任せに、さあ、器用に歩けるかい？これ得意だよね。お、とっとっとっと、いず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 いと。よし。じゃあ、セシ、僕にバトン、タッチ。ありがとう。よし。じゃあ、セシ、こっちに来て。じゃあ、皆さん、これで僕たちは帰ります。バイバイ。ありがとうございました。またねー。それでは、今度はイルカのメンバーが活躍してくれる番です。みんな出ておれ。ガラス越しに集まってもらいましょう。5組のメンバーです。姿が見えてきましたね。ではまずは右側、橋本と行こう。この中で一番の新人イルカです。その横、秋山とルイ。はい、今日ルイはまったりしているのでまったり一挙一緒に楽しみます。帯を振ってくれるのは森田のパートナー、サモ。はい、8歳になる女の子です。左側、小物とユウ。ちょっぴり不器用ですが、最近新しいことにチャレンジしてます。私は桜木です。パートナーの花笛の前で水しぶき、イルイ。ではもう一度みんなで水しぶきを上げてくれ。皆さんが眩しそうな時間かもしれない。
しっかりとミュウを見てくれている。トロニー、答えるしかないぞ。ちょっと待ってくださいね。どうした、どうした、何があった、何があった、ちょっと待って、ちょっと待って、何があった、ちょっと待って、ね、何があったかが気になる。一回頭を沈めた方がいいんじゃないかい。よっ、からの、いってらっしゃい。まずは橋本のところまで、まずはそこまで、そこまで、オッケー。ありがとうございます。まずそこまで行けたので、じゃあ橋本さん、そこで魚あげて、はい、一回こっちまで帰ってこれるから、はい、はい、で、次じゃあ橋本さん、はい、向こうまで行きましょう、はい、橋本を行くところまで行ければ、オッケーにしたいと思います。さあ、ガラス振り損というヒントが今ので伝わったかどうか、その結果がこの後明らかになりますよ。早く
球で僕のことを教えてくれました。ミルミー